俺もああいう打策を作ってみたい。俺はどうしても成仏するわけにはいかないんだ。アホな子は黙ってなさい。かわいそうだから君にも肉食ダンゴムシあげる。お後がよろしいようで。ひょっとしてお客様ですか。はい皆さん。いいや、あたしよ、もうマイナス思考のダムが決壊したよ。かっこいい方の傘をよこすんだぞ。よー、誰だい。ウサギに勝てるなんて言ってるカメさんは。チーン、ひらめいた。うわっ、ひゃっはー。さよなら、ノキオくん。バッカじゃないの。お待ちしておりました。うぇー、めんどくせえ、寝よ。じゃあ僕は帰るポコ。家には連絡しておいてあげたから今日は泊まっていきなさい。ねえ、羊の絵を描いて。お前たち子供がそんなことだから我々も怒っているのよ。今日の自由時間は観光だ。そういう時はおまわりさんを頼りなさい。狼が出たぞ。耳だけ筋トレしたんですよ。お兄ちゃん、はこれが学級崩壊。ちっちゃんの命にかけて。ダメだスイッチ君、今あのシュートった君の体持たないぞ。これにて一件落着じゃな。私がこの学校のボスだ。糸ミミズが1匹、糸ミミズが2匹。宿題はやればやっただけ自分の力になりますよ。はあ、意味なし。お前スイーツ、スイーツか。我が輩は猫である。名前はまだない。3階のガソリン石炭マッチ室から火が出ました。これは、その帽子はクマになることができるという意味です。うん、これはくっそまで。最後のリレーの1位は4万ポイントです。はい、残念。バカザゴ、私の好きな動物は何。泣き真似が止まらない。自然と涙が溢れてくる。勝利。キッチンのぬめり取りよりたやすいぜ。ちゃんと掃除しなさいって言ったでしょ。あげみざわざわ、あげみざわ。はくこうの弟だって。あ、かわいい、超かわいい。それは、これだよ。神々しい効果音。やだよバカ、なんなんだてめえ、ぶっ飛ばすぞ。銀河鉄道にご乗車ありがとうございます。何かしらの時間をお知らせします。冬の大地には小さな昆虫たちが眠っています。以上をもちまして悠々小子供楽団の演奏はおしまいです。お迎えに上がりましたよ姫。DVD 返却を待っているレンタルビデオ店員だ。もちばちゃテーブルできました。ちょっと待った、未来から来たお前だ。30年後の君だよ。皆様は私の召喚魔法でこの世界に転移したのです。あの看板見てみよう。そのまんま読んでみよう。さ、何して遊ぶ。つまんね、帰ろうぜ。はい、どの花ですか。私は妖精、今あなたの耳に直接語りかけています。ビタミン C とカルシウム、それらが豊富じゃない野菜が君の敵だ。行け。くう、やられそうだ。こうなったらチャンネルを。